2月8日、駐日インド大使館特命全権大使である朱山氏が愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。朱山氏はインドの国民と政府を代表して挨拶に来た。皆さんの温かい歓迎に感謝を申し上げる。愛媛には海外に興味関心の高い学生が多いことや、他分野における産業が盛んであることなど、素晴らしいものがあると述べました。これに対して中村知事は、今回今治に行っていただいたが、造船分野は世界の市場を睨みながら技術を磨いている。大変良い視察をしていただいたと確信していると述べました。